元 X 制作ディレクター津田直が番組パートナー拓也とともに X にまつわる様々な話をラジオスタイルでお届けする津田直氏の X 語り部屋はい。津田直氏の X 語り部屋始まりました。前回タイちゃんについてお送りしたんですけれどももう喋って喋って止まらないということで今回はその後編をお送りしたいと思います。えー、拓也さんです。 はい。名場の城拓やです。引き続きよろしくお願いします。えー、ということでね、本当にタイちゃんについて思うこといっぱいあって、まあ、全然前編じゃ足りないということでまた話したいんです、ねうん、そうですね。うんはい、ボイスレススクリーミングの話になってたんであれなんですけど、はい、ああいうなんかアコースティックな部分っていうのは、うん、なんかタイジの中にあったんですねっていう、あ<ー>なんか割と最初に聞いた時とか、 あ、大事、こういうのをやるんだ、みたいなのは、思ったのを覚えてるんですよ。なんか、大事、はい、のイメージっていうのが、まあ、勝手にあって、自分の中で。そういうに比べると、あ、そうなんだ、みたいな。なる,なるほど、なるほど。その辺は、なんか、んか津田さん的には、特に意外だな、みたいなのも思わずって感じだったんですか、うん たくななかかったかな僕、なんかね、タイちゃんといろんな話してる中で、はい、本当にミュージシャン同士の会話だと、その、ミュージシャンとか音楽家ってどんな音楽を聴くかが、もう耳に入れるか心に入れるかものすごく大事なんで、膨大にみんなメンバー聴いてるんですよ。はい。で、タイちゃんの場合は、その、他のメンバーよりもその、ブラックミュージックまで聴くっていうところが、ちょっと強かった。まあ、やっぱりみんな、 全部聞きますよ。ただ、その聞くときの、こう、のめり方とか入り方とかが、タイちゃん特にブラックミュージックへのなんかな、他のメンバーより強かったんですよね。そうすると僕はも,、うん、もともと、スティービー・ワンダーで音楽の、何、こう、センスを磨かれたみたいなのがミュージシャン時代にあった人だから、うん、もうとにかくブラックミュージックすごい聴いてたからね、ミュージシャン時代に。 はい、その辺のアーティストの話とかよくしてたんですよ。うん、で、それこそ、まあ、ベースで言うと、マーカス・ミラーなんて、要するにタイちゃんがずっとやっていた、まあ、ハードロック系のエリアの、そういうシーンのベースの弾き方と全然違うわけで、マーカス・ミラーっていうのは。うん、だけど、うん、マーカス・ミラーのベースってやっぱり生きて、生きてるし、それはあの、音だけじゃなくて、フレーズも全部。うん、なんか、その、ものすごい衝撃を受けてるわけですよ。うん、マーカス・ミラーのすごさとか。うん、そういう会話もいっぱいしてたんで、 アコースティックっていうよりはもう、なんて言うんだろう。あの、どんなジャンルの曲をやりたいっていきなり言い出しても、俺はおかしくないなと思ってて。<laughs> なるほど。うん。なんて言うかなあ。それは一番最初に出会った頃からそうですね。バニッシングビジョンのディアルーザってあるじゃないですか。はい。はい、あれを聞いた時に、なんか、ぶっ飛んだの覚えてるんですよな。なんでこうなんのって。だけど、はい バニシングラブが始まって僕はそのヨシキがバッハ、ベートベーベンみたいにね、曲を生むことができる才能があるって気づいちゃったんですけど、うん、ディアルーザーの時に、で、その時に作曲が誰だとかそういうクレジットないから、ディアルーザー聞いた時に、うん、そのバニシングラブの前の段階で、このバンドのセンスは何なのこれ全然ハードロックじゃないじゃんって思ったのを覚えてたんですよ。うんうん、その衝撃を。うん、で、で、初めて、 飲みながらタイちゃんと喋る機会があったときに、まあ、まずはバニッシングビジョンを聞いた直後だから、その話から始めたんですよ。うん,うん。まず最初に、なんであの行動って、あそこベースをあそこに、あそこに行くのうん。まあ、それがまさにあの、ハーフデミッシュなんだけど、うん,うん。タイちゃんがそこで急に俺に対して、う,うん。変 <laughs> したというか、まあ、それまで睨みつけてましたから、俺のこと。<laughs> あとは音楽だねの。のそうそうそうま。まさにそれよりもね、なんか何週間か前に、あのメンバーの楽屋にライブ見て終わった後、俺が散々素晴らしいって言ってみんながニコニコしてるところに最後に、あとは音楽だねって言って、扉を閉めて出て行った事件があるんだけど、はい、まあ、その、その、あとは音楽だね事件の前に、ヨシキは俺と会ってるから、ヨシキは俺のこと分かってるわけですよ。うんもう タイジは、っていうか、ヨシキ以外は俺のこと知らないから、何あいつって、特にタイジはぶち切れてたらしいんですよね。<laughs> 要するに音楽のことを、何、そういうやつって何なのと。要するにもうその当時に X の周りにた登場していた業界のよく分かってねえくせにのやつだろうと思ってたみたいです、れ <laughs> でぶち切れたっていうのは聞いてたから、まあ飲むっていう時もなんかもう睨みつけるような感じなんだけど、<laughs> でもなんか俺はもうメンバーのこと好きになっちゃってたから、俺はニコニコしてさ、会話をしてて、ね、め <laughs> ちゃ捕まえてさ、 で、タイジが作曲なんて知らないわけよ。ただ、はい、まずさ、一曲目のディア・ルーザーとか聴いた時にって、それを言った瞬間にタイジの顔がガラッと変わったのね。表情が。うん、何こいつわかってるみたいな。でも、あの、その表情が変わった瞬間に、あ、音楽の話するとタイちゃんいいんだと思ったから、うん、あの、もう浴びせかけたわけよ。俺は、うん、<laughs> もう耳で聞いて分かったことを、うん、全部。そしたらうなるわけ。<laughs> え、なんでそこまでわかんのって言うから。 え、だって俺ミュージシャンだったんで、もうちゃんとプロのミュージシャンだったんだけど、なんでみたいなさ。そんな会話なんていうのは、ヨシキとかヒデちゃんにする必要ないし、し,し,したいと思ったことはなかったんだけど、タイジにはそれをしたくなったんだよ。目で顔でわかるから。はいはい。そっから始まっちゃったんだよね、俺とタイジの関係がうん、うん。だから穏やかだったね、いつもその、俺が仕入れた新しいブラック系含むいろんな海外のアーティストの、 ここすごくないっていうアレンジとか、まあなんていうの、うん、音作りのすごいのを、その大ちゃんに聞かせて会話をするとかっていうのをするときにもね、なるほどなていうかな、その、当時やっぱり X って命がけで自分自身と戦いながら、周りの偏見と誤解と戦いながら、戦う日々だったから、いろんな戦いがあって、こう本当になんか落ち着かないんだけど、音楽の話だけをするっていう関係がタイと俺にはあったから、 そうするとその戦いと別のところにあるっていうのかな。うん,う,んう,んうん。それがなんか俺の中では心地よかったのを覚えてますね。なるほど。名曲オタク同士の会話みたいな。そう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 。<laughs> うん、あのさっきの,あのサイレントジェラシーの話、はい、まあそこでのタイジがそういうふうに悩み出したっていうのってすごくやっぱりなんか興味深いというかその後の X の。 ストーリーを知ってると、まあ、やっぱりそこは気になる話なんですけど、はい。それでなんかさっきちょっと聞いてて思ったのは、うん。そのレコーディングぐらいの時って、バンドでそのスタジオで、せーので合わせる機会とかってあったんですかねありましたね。あの、要するに、基本絶対それをやるっていうのが大事だったんですよ。うん、はい。ただ、レコーディングのために渡米してから、 ある時期全くできなくなっちゃったのは、よっちゃんが首をやってしまった。はい。あれから、それ復活するまでは当然できないですよね。はい。はい。うん。でも、そういう期間を除くと、一回せーのでやってみるみたいなのがないっていうのはないですね。うん。まあ、そうですよね。うん。だから特に、レコーディングに入る前に、まだ日本にいた頃なんかは、あの、なんかそういう全員でやるみたいなのがあってましたよね。そんなに長い時間じゃなかったかもしれないけど。 ただそれぞれのレコーディングの準備が別々にあったから、はい、例えば YOSHIKI が自分の創作に集中してるために YOSHIKI の代わりに別のドラマーの人を立ててそれでこう、うん、リハーサルスタジオでアレンジを進めてるみたいなのはありましたねああ<ー>、うん、なるほど、うん、まあなんとなく想像 としてはやっぱりブルーブラッドとかの頃よりはそういう機会は減ってるんだろうなっていうのは<ー>なんとなく想像的には思ってはいたんですけどいやどっちかって僕はそういう解釈じゃなくて、えっとはい、ブルーブラッドは要するにずっとライブでやってた曲が何曲も入ってるけど<ー>ジェラシーはそれが極端に少ないっていう意外がありますよね、うん、でそうするとそのレコーディングのために演奏するっていうのが フルブラッドの場合は何曲もそれを過去にものすごい勢いでやってるわけじゃないですか、ライブで。うん、その違いっていうのはもしかしたら音楽わかる人の何かを感じるのかもしれないですね。うんうん、レコーディングが全部終了した後でライブで東京でもとかで演奏するっていうのはありましたけど、だからジェラシーレコーディングの時にレコーディングした曲で過去あの演奏していたっていうとサディスティックデザイアーとかね。うんうん あと、スタッフぐらいじゃないですか。そうですね。うん。だから、どうしても、やっぱり比重的に新たにレコーディングするって曲が多かったから、若干その違いがあるのかもしれないですね。まあ確かに。うん、なるほど。あとなんかね、レコーディング、マイキングはちょっと違いましたね。なんかその、ブルーブラッドの時って、あのソニーミュージックの品の町スタジオで撮ったんですよね。はい で、その時のエンジニアが、割とこう、エアを、エア感を取りたくかってて、で、最終的にミックスでどんどんそれ落としていった感じになったんですよ。特に、松本ちゃんに代わってからそれを大幅に下げてもらったんですけど、やっぱりその、ソリッドな感じじゃなくなっちゃうから。はいはい、でもやっぱりエア、ーエアを取るようなマイキングでスタートしてるんで、ドラムとか。だから、そのエア感がやっぱりちょっと残ってる。だけど、 リッチブリーンの場合は、そのエアー感とかよりも、もっと別のところに一番大事なこうポイントを置いてたんで、うん、もっとソリッドでじゃないですか、音がね。はい。そうですね。で、それによってなんか、バンドってやっぱりエアー感があると、なんかバンドらしさみたいなのを感じるっていうのはあるから、耳がそう感じるっていうのはあるから、うんはい、結果的にその、まあ、音のマイキングの違いも、なんとなく印象としてちょっとこう、それぞれのアルバムの違いを生んでるかもしれないですね。うんうん いや、エアー感めちゃくちゃわかりますね。ブルーブラッドのエアー感ーで。ジェラシーのソリッドもすごく。うそうですね。いや、さすが LA とか思ってましたけど。<ー> <laughs> もうやっぱり、やっぱりね、リッチグリーンがすごかったです。耳が。でリッチグリーンってエンジニアをそもそも見つけてきたのもタイジだし。タイジのやっぱり才能とかセンス。はいまあ、リッチがすごく 驚いたり感動してたのもなんか記憶にあるななんかで。うーん。タイちゃん自己評価低めっていうこと言いましたけど、あの、はい、評価低いっていう表現がまるでネガティブみたいに思われるかもしれないけど、俺はタイちゃんに言ってたから別に、それは俺とタイジの中で全然こういう時にも言うけど、はい、だから要するにタイジすごいじゃんみたいなことを言った時の表情とかもね、なんかタイジらしいと思うのは、 リッチってほら、グラミジ賞を取ってる、しかもジャズがね、うん、メインの人だから、やっぱりすごい耳持ってる人じゃないですか。うん、やっぱり大事のことをなんか褒めても、なんていうのかな、やったら嬉しいなんていう顔をして、しないんですよね、あの人。なんか、うん、あそうなのってで。で、その時にそれは嬉しくても、うん、でも俺が欲しい自分はもっと全然上だからなって言って、こう、 自己評価低いとかっていうのは、要するに悪いことじゃなくて、いつも上を見てるっていうことですからね。もっとこうなりたいからっていうね。う何に対して自己評価低いのかっていうと、自分がこうありたいっていうものと比べて自分が今低いっていう意味の自己評価が低いなんで、やっぱり心しが高い裏返しなんですけど、すごくそういう表情に俺は退治らしさを感じてたんですよ。う で、これちょっと人間関係の深い話しちゃっていいですかはい。タイちゃんのそういう自己評価低いって言い方は一見悪く聞くかもしれないけど、異様に志が高いところ。うん、で、調子に乗らないところ。それでこうミュージシャン同士っていう僕とタイジの、僕のタイジの味方と僕とタイジのその関係から、他のメンバーには絶対ない俺とタイジの関係があったんですよ。はい。それは、俺何回かタイジの前で泣いてるんですよ。 はいはいはい。つまり、なんていうのかな。うん。他のメンバーの前で俺泣くっていうのはなかったのが俺を引っ張ってかなきゃいけないっていう気持ちがあったのね。えー、うん。はい、それに、別に俺がすごい強い男で、何パワー持ってるぞって、そういう意味じゃなくって、みんなを安心させてあげたい。とにかく大丈夫。うん、大丈夫っていうのが、俺の X っていうメンバーに発する一番大事なメッセージっていうのが僕の存在だったんですよ、当時はね。はい。 その俺がなんか泣いてたら不安になっちゃうじゃん、みんな。だから、もう絶対俺は泣かない。でも、胎児のとだけは、誰もいないところで二人だけの時に何回か泣いてるんですよで。胎児は泣いてる俺の肩をこう、に手をやって、ささん大丈夫だよって言ってくれるんですよね。うそういう関係だったの。で、そこが胎児の性格と僕と胎児の関係が全部シンクロしていて、 要するに、大事は、全然自分のことを、いつもこう、もっと上行きたいのに、俺全然ダメでっていう人間だから、うん、そういう大事には全部弱みを見せられたんですよね。そういう性格だから。そうすると大事は、うん、大丈夫だ、津田原は。みんな津田のこと頼りにしてんだよって言ってくれるんですよ。うん、それって大事のそういう性格がそう言,わ言ってくれる。そう言わせる。なるほどそれと、あとミュージシャン同士だから、別に、大事、うん、は俺に、 圧倒的なプロデューサーとしてね、その X を理解して、なんかあるし引っ張っていたり、ビジョンに自信を与えてくれるみたいな、あるけど、それよりも何よりもミュージシャンなんで、うん、ミュージシャンとしての俺のことを、あいつものすごい評価してくれてて、俺のなんか鍵盤とかをすげえって言って,てくれたんですよ。うん、だからそれはもう認めてるから、もう揺るぎないから、もうそれでいいんだと。だから、そういう評価してくれて、もう全然、あの、津田さんの、 ピアノとかキーボードは最高だからさっていうのを元にすれば俺は泣き言が言えたわけよ泣いたのは何回か泣いた時はやっぱりその自分がなんかこう自信を失ってた時なんだよねうん、うん、自信を失ったりしてた時にもう隠しきれずに胎児と話してて泣いちゃったんだよね、うん、それはみんなに自信を与える立場だって自分が思ってたらそんな弱み見せたらダメなんだけど胎児、うん、に見せられたんですよ、うん、<laughs> ほんで <laughs> なんかそれが幸せだったので。正直なことを言って、胎児が肩を抱えてくれて大丈夫だよっていう。そうするとなんかね、こう、救われるし、なんかちょっと大事と俺の二人のなんか見えない絆が生まれるんですよね。うん、うん。そういう関係でした。なんか。うん、それまだ、A、X の頃ってことですよね。も,もちろんです。もちろんです。X 脱退後の胎児との関わりっていうのはうん。大ちゃんと全くなくなっちゃったんですよ。ああ<ー>。うん 全くなくなってて。はい。いやあれ、どういうきっかけだったななんか、突然、会うことになったんですよね。なんか、冬だったんですよ。はい,はい、はい。だから、タイちゃんとの別れの1年半前ですよ。うん、僕のアトリエ、まあ、俺自分のスタジオのことはアトリエって呼んでんだけど、作曲をする場なんで、はい、でそこに来てくれて、で、タイジはタイジの、その、 聞かせてくれるんですよ。最新の音で、当時やってたバンドですよね。そう,そうそうそう。はい。で、俺は俺で、あの、最新の音を聞かせたりするっていうね。うん、まあ結局だから関係は変わってないっていうことなんですけど。<laughs> なるほど。すごく印象的だったのが、まあ大事と俺ですからね。で、なぜか突然、うん、もうきっかけ覚えてないんだけど、なんか急に二人で会うことになったから、うん、俺と大事だから当然その、 音楽の話だけじゃなくて、X っていう言葉が出てこないのおかしいじゃないですか。うん。うん。タ、は、イ、い、でもあの頃何とかだったねって俺が言わないわけないじゃん。はい。でも言ったらやっぱりタイちゃんはうつむいちゃうんですよね、なんか。うん。で別にその、うん、その話は嫌だなとかでもないし、懐かしいねとかじゃなくて、ただ下向くんですよ。で、俺なんとなくもうしなくなった。うん、その X の話はしなかったのね。はい。で、考えてみたら、まあまあ、タイジが、 俺に聞かせようとするその曲とかね、それのこう説明をするときに、それと X はまた別なわけで。で、タイちゃんは今の音を聞かせたいわけだから、うんうん、まあ、昔話なんかいいかだけなんですよ、うん。要するにミュージシャン同士で会話してるわけだから、あ、ここはやっぱ大事なだなと思って。要するにタイ人にとって俺は変わらずミュージシャンなんで、うんうん、まあ、昔話はいいんじゃないの一言で終わるんですね、タイちゃんの中ではね。うんうん 僕は僕でこう音を聞かしたりしたんだよね。うん。ハイジらしいのは、俺の音を聞いてて、聞くわって、なるほどね、津田さんらしいね、いい曲じゃんとかって言った後で、うん、なんか、津田さんダメだよっていきなり怒るわけ。で、<laughs> えな、な、な、何かって言ったら、だって津田さんここで作ったりして、聞いたりしてんでしょって言うから、うん、って言ったら、このスピーカーの位置で、この反射の音とかで、これダメじゃんって言うわ,わけ。<laughs> やっぱり音の人だから。要するにその、僕はアトリエって言ったのはそういう意味で、もう音を確定するときに絶対スタジオに行ってたわけですよね。ちゃんと外部の。うん、あくまでも創作の場だったと。だから、うん、スタジオとして、まあ僕はスタジオって呼んでなかったように、スタジオとしては不完全だってわかってるんだけど、でもやっぱりスタジオとして不完全なところで音聞いちゃダメだって俺を叱るんですよ。うーん それが大事だなと思って、あ、そうだね、ダメだねって <laughs> うん。あの時間はものすごく大切な時間だったんじゃないかなと思うんですよ、たいちゃんと。で、それを表すのが、俺、日産スタジオにたいちゃんから招待されたんですよ。あ,<ー>ある時なんか電話がかか,かかってきてね、携帯に。はい、で、電話に出たらトシ君なんですよ <laughs> お<ー>。トシ君が、 なんか、ものすごい嬉しそうにテンション高く、津田さんって言って、うん、え、えおぉ<ー>、トチ君なんで俺の電話番号知ってるんって言ったら、いや、聞いたんだけど、そんなところで、ちょっと待って、ちょっともうすごい、ちょっと変わるねみたいな,なんかものすごいは,はしゃいでるんですよ。はい。な、え、何って言ったら、あの、津田んって言って、たいちゃん。おお<ー>。えー、どうしたのって言ったら、今、トチ、トチ、トチ君でってさ、って言って。うん。うん。ほんで、あのー、 一緒にステージ立つことになったからさ、って言って、すごい嬉しいよ。よかったじゃんって言ったら、あの、いや、嬉しいよ、とかって言ってて、ずなんかよっぽどトシ君と楽しい話ってなんたのもうずっとトシ君が横でゲラゲラ笑ったりなんかしてるのね。はいはい。ああ、もうなんかトシと対峙らしいなと思って、俺は幸せな気分になるわけよ。んほんで、そしたら。幸せですね、それ。うすごい幸せ。電話。そうよ、すごい幸せな電話で。いやー。したら、あの、 まあ、確か、招待って言い方はね、大事言わないんで、そこが大事らしくて、そのまた、電話戻った時に、うんうん、トシ君が、かや、大事が津田さんにステージ見てほしいって言うから、招待したいんですよっていうのね、うんうん、トシ君が。え、それ嬉しいな、嬉しいよなんか、何が嬉しいって、イジがどうしても俺にステージ見,見てほしいから、津田さんを招待したいって言って、それを言ったのがトシ君で、二人が仲良しで盛り上がっていて、 電話で僕にそれを言ううののがとしっていうのがねうん俺にとってはものすごく嬉しかったですよ。うんうん、やっぱりそのその頃の2010年頃の X と僕の接点ってなると一番近いのはやっぱり、ね、その7年ぐらい前には僕、うん、よしきのよの横にいたわけですからだからうんよしきサイドから連絡あるのは全然普通なのにやっぱりとしくんが電話をしてきてくれたっていうのがねうんすっごくうしかったですよ。 いやいい話ですね。で、しかも、そのメンバーからの招待なんて、俺生まれて初めてなんですよね。X のメンバーから招待されるなんていうのは。はいはい、メンバーの招待ってすごいなと思ったのは、僕は生まれて初めて、そのステージからすごい近いところで見たんですよ。はいはい、で、俺、たった一人だけの招待だから、その招待のチケットを持って、 会場の中入って歩いてったら、え、こんなに前なのって。<laughs> やっぱりほら、会場で僕が現場にいた頃って、PA 席の近くで音を確認した後で会場いろんなとこで音を聞くっていうのが俺の仕事だったんだけど、はい、アリーナのファンがいる前の方にはさすがに行かなかったですからね。だから、X のステージを前の方で見るっていうのは経験がないわけですよ。だから生まれて初めて、 ファンの中に混じって結構前の方で見るっていう経験を生まれて初めてしたんだけど、その席の一番前の方っていう、うん、そこに大事の気持ちが感じられて、うん、なんか天国なのかみたいな、なんかね。うん、で、しかも2010年だから新しい X が目の前に現れて始まるわけですよ。うん、で、途中で大ちゃんの登場でしょやっぱり、なんて言うんだろう。なんか、俺は幸せ者だなと思いましたね。うん、うん ちょうど本当に UIX を見、ックスを見た直後と同じで、あの時はあの時で、あ、俺って間違ってなかったのかな、みたいな、すごい幸せに包まれたのを覚えてるんですよ。はい,はい,はい、いやー、そうですよね。うん。だからなんか、あの時の記憶、2010年の記憶っていうのが、なんか僕の中では、開示の意味みたいなものも感じてて、うん、あの、関係者受付に、 僕がね、X 関連のライブに行ったりするときっていうのは、関係者の人たちっていうのは、まあ、ジなんかは、あ、津田さんって感じなんだけど、それ以外のその、はい、ちゃんとスーツを着た人たちって最敬礼になっちゃうんですよ。なんかしないけど、その、んなんていうの、俺は何にもないのに、やっぱり過去のね、うん、のイメージがあって、あ、津田さんですと思ってのあるんだけど、はい、なんかそれが、俺なんか、居心地悪いっていうか、俺はなんそんなもんじゃないのにっていうね、今何も、単なるね、もう遠くから見てるだけなのにと思うんだけど、 タイジによ、なんか招待されたその2010年の時に、こう再敬礼でこう迎えられた時に、なんか感動したんですよ。それがなんか、えー、タイちゃんが招待してる、まあ本当はそういう意味じゃなくて俺、俺は津田直しだからだけなんだけど、俺のイメージの中では、うん、タイちゃんが招待してくれたそのチケットを受け取る瞬間だから、それがタイジに対するけなんかこう敬意に感じちゃう、なんか、うん、<laughs> 勘違いであろうが。 それをすごく幸せに感じたのを覚えてるんですよ。うんうんうん。それぐらいに大事が久しぶりに X のステージ立つっていうことが嬉しいし。うん。うん。ごめん、泣けてきちゃったよ。いやー、<laughs> な、んか。懐かしい。あのステージは本当に感動しましたね。うん。いや、泣けてきたっていうのはなんでその一年後だよっていうね。うん、そうでもそうですよね。俺だから、 こういうね、あのー、締めっぽいのダメだし、そういうのしたくないんだけど、タイ <laughs> ちゃんだけダメなんですよ。うんうん、俺だってヒレちゃんの話の時にその締めっぽいのとかないあ、あるわ。<laughs> やっぱダメなんだ。<laughs> やっぱりね、ダメですね。<laughs> すみません。やっぱりダメなんだ。そ,そうだよ。<laughs> いやいやただ悔しいもんね、やっぱりね。そうですね。はぁ。なんか、なんかね。本当に。で、まあ。 タイちゃんがね、あの、なんか残してくれたものをさ、やっぱり、今もその、ファンの人たちとか、そのタイジのことを好きだった人たちが、あの、ちゃんと幸せに受け取ってるじゃないですか、タイジの音、タイジの曲。はい。タイジが過ごしていた時間、タイジが見せてくれたもの。うん、まあ、これもしょうがなくて、永遠にそういうことですよ。その、うん、旅立ってしまった偉大なるアーティストから何を感じるかって言ったら、残してくれたものをどれだけ ありがとうと思うかだけだと思うんで。うんうん、だから、じゃあミュージシャン同士のような津だ直しにとって、タイジが残してくれたものって何ですかって、それはいっぱいあって言葉で言えないけど、楽曲もあるしね。うん、X のタイジが何だったのかとか、それはもう簡単に言えないけど、瞬間的に、まあそういうこと聞かれたこと何回もあるから、つい言葉に出ちゃうのは、X っていうバンドにおけるタイジの持っていた誇りなんですよね。うん。うん。あいつの誇り。 ミュージシャンとしての誇り、X のメンバーとしての誇り、X のベーシストとしての誇り。うんうん、あのね、誇りが一番 X を輝かせてくれてる気がするんですよ。あいつの誇りがね。それが大事の役割だった気が、俺はしてて、俺の個人的な思いで言うと。それを感じ取って、なんか前向きに生きていきたいって思うのが、うん、俺の大事、去っていってしまった大事の思いなんで、うん、まあ、 こりを思い出してね、ボイスレスクリーミングをカバーしたと思ってもらった方がいいです。なんか。うん。それが一番いい,いいかな、俺としては。うん、そうですね。うん、うん。この胎児のね、ほりを感じながら、うん、残したこのボイスレスクリーミング、うん、改めて聞いてみましょうという感じですね。うんうん、カバーもおそらくその概要欄にリンクがあると思いますので、ぜひ皆さん改めて聞いてみましょう。うん いや、思い出すとね、2010年の日産スタジアムこれ僕、すべての始まりってね、X の青春時代を描いた僕の本あるじゃないですか。うん、はいはいはい。あれが出たすぐ後で、なんかその、だから会場で歩いてた時に、すべての始まりを持ってるファンと会ってお<ー>、サインしてくださいのもあったぐらいなんですよ。もう本当に出たばっかりかな。えー、2009年。 ね、そうそう、2009年に出てるんで、1年後なのかな、うん、でもやっぱりそういう記憶があるんですよ。うん、で、<ー>なんでその全ての始まりの話したかっていうと、全ての始まりができて、で、タイちゃんに渡した時に、うん、あの、タイちゃんが読んだ後で、その感想を言ってくれたんですよ、僕に。そ<ー> <laughs> したら、タイちゃんって読んでくれたって言ったら、あ,あ、読んだよって言って。うん 笑いながら本当のことしか書いてないから、ちょっと笑って。<laughs> 嬉しかったのと、俺全ての始まりで大臣のこと書いてる章があるんだけど、うん、そこに書いてあることってさっき言ったその自己評価低いっていうことも書いてるのとか、うん、なんかその何、こう、前進していくときに、大臣は後方というか後ろの方を見ていたんだみたいなね、なんか独特の表現してるんですよ。うん、で、なんかその、なんていうのかな、決して本人が読んだときに、 かっこいいとかそういうんじゃないことを本質をね、そのバンドの中でイジはどんな役割だったのかっていうのを、俺が本当に思ったことを書いてるんですよ。うんうん、そういうのを全部読んでくれた上でね、うん、笑いながら本当のことしか書いてないからって言ってくれたのが、俺は嬉しかったですね。うんうん、なんかやっぱりすごいイジだなと思った。うん、要するに、綺麗とで嘘なんか書かれるよりも、本当のことを書いてくれたから、俺は笑ってるよっていうのが、 タイジらしいと思ったんですよ。うん,うん。うん。それが、俺の思うタイジだったですね。うん。なんかその、俺とタイジの関係で面白いのは、うん、はい。タイジって、まあ、かっこいい顔してるじゃないですか。で、俺はタイジの顔ってライオンみたいだなと思ってたんだけど、ああ<ー>。でも、あいつ顔小さいんですよ。まあ、顔小さいっていうのは、うん、まあ、要するにこう、ステージに上がる人間としてはいいことなんだけど、<laughs> で、俺は、うん メンバーとの関係って俺ちょっとふざけてるところがいっぱいあったんですよ。5人に対してね。はい、で、タイちゃんに対してもやっぱりミュージシャン同士っていうのもあって、意外と俺はよくふざけてて、タイジの顔を覗き込むのがよくあったんですよ。タイジはそういう、うん、俺が覗き込むと、なんだよってこう、顔をこう、避けるのね。で、わざとそ,、はい、そっちにまた顔をこう、覗くようにするわけ。はい、やめてよ、スダさんとかって言うんだけど、<laughs> でじっと眺めながら、 お前は米みてえだな。米粒だ、お前の顔は。<laughs> ふざけて。<laughs> そういうなんかちょっといじめる的な関係が、俺とカイジ俺とトシ君にはあったのね。はい、それがつく楽しい時間があったの、ね。<う> <laughs> で、まあトシ君バージョンはいずれまた別の時に言うけど、大 <laughs> ちゃんバージョンの時には米粒だとお前は。とかって言って、ふざけて言うわけ。<laughs> そうするとさ、しばらくしてるとさ、なんかテレビでに、やめなさい、あんた。つって。 笑うってう胎児が笑うまで続けるみたいなね。はい,はいはい。それどうでもいいことをよくやってたんだけど、その笑い系の話で一個あって、これひどい話だけどいいかな。はい、電波に載せていいのかな。あの、なんかいつか覚えてないけどめっちゃ飲んでたんですよ。打ち明けかなんかで,で。めっちゃはしゃいでてあ、なんかで胎児がふざけたから、 なんか、俺にちょっかい出したかなんかで、俺が、やらーって大事のこと追いかけたら、大事逃げて、<laughs> で、なんか、居酒屋中逃げ回って、で、なんかトイレに駆け込んだわけよ。はいはい、でも、俺と大事の関係で、じゃれてるときなんて、何やってもいい関係になってるんで、<laughs> 大事出てこいって言って、その、あの、台の方に逃げ込んだ大事、だんだんどん、大事出てこい大事出てこいって言って、大事に、じゃあ、おしっこかけるぞって言って。<laughs> <laughs> 扉の向かってジャーッとおしっこをかけて,て <laughs> 俺も最悪の人間だけど、まあそれは俺とタイトの関係として許してほしいんだけど、はい、そしたらガチャって扉が開いて、タイジが俺のシャンビアン浴びてるのかなと思ったら、<laughs> トシ君が出てきて、<laughs> 津田さん、俺だよ、なんでこんなおしっこかけんの足が痒いよって言って、黒、黒いパンツ、トシ君出てきて、<laughs> え、トシ君ごめん、なんでトシ君、あタイジここじゃないのみたいな。ごめん、トシ君、みたいな。<laughs> <laughs> やばいや、ね、今のこれはみたいな。この、こういう、こんなさ、エピソードあまり言っちゃいけないんだけど、かそんな感じだったのよ。特に初期は、メンバーと俺なんてそういうふざけ合ってるみたいなね。はいはい、いや、そうやって共闘してたんですね。<laughs> いや、コンプライアンス的に大問題はこれ話してよかったのかな大丈夫ですかね。で <laughs> もう、タイちゃんの話したら、タイちゃんがステージでめっちゃかっこいい子をぐるぐる回ったりするのがあるじゃないはい。はい、あれ見たくなったから、この後ちょっと大事の。<laughs> ステージ、ステージをずっと映像見ますよ、なんか。懐かしい。いや僕も最近見てたんですよ。あの、まあ、いろいろ誕生日とかも。はい。だから。やっぱかっこいいなって。いいんだよね。男が惚れる男ですよね。放送するそう。人に、何だろうね、あのかっこよさはね。いや他のメンバーとも違うんですよね。違うね。かっこよさの質が。うん。ですごい、なんかやっぱ男っぽいなっていうところは、まあ、あるんですけど、それでもなんか、 男男っていうよりは、うん、男の自分から見てもすごいセクシーだなって思うし、<ー>なんかすごいツヤっぽいっていうか、うん、不思議な魅力です。あるね。かっこいい。とにかく。転がしにや片足かけてる時の姿勢もめっちゃかっこいいしね。あの人は。かっこいいですね、うん。くるくる回るときもなんであんなかっこいいんだろうみたいな。うん、見よう。映像見よう。<laughs> うん、見ましょう。はい。というわけで、今回は、 たくやさんの退治というテーマをいただいてですね、結構喋りました。ものすごい喋りました、ね、はい。はい。はい、なんか本当に懐かしいし、やっぱりね、うん、7月ですから、7月に大ちゃんのことを思い出したね、うんねうん、お送りするっていうのができてよかったなと思います。はい。どうもありがとうございました。本当に長々とね。ありがとうございました。はい、津田直ちの X カタルビアお送りしたのは津田直しと。たくやでした。